今日で4日目になるから身支度しておくれ。耳にすら入ってないか。あれから看護婦等から帰ってきてずっとこんな感じ。みんなで交代しながらパトを一人にしないようにしてる。なぜなら今のパトはずっと後悔と責任を感じてるからだ。だからせめて、みんなで乗り越えよう、助け合おう、って決めた。ねえ、明日からどこに行く？次の町の復興も急がないと待っている人たくさんいるだろうしね。そこに俺はいるのか？え、町の復興はカナとハクがいればどうにでもなる。アフターケアは町の住民やメディアたちでも十分できる。なら俺は、主らしい、リーダーらしいことはできているのか？いや、できてない。なんでそんなに自分が信じれないの、パト？主、いや、ここはパトって呼ぶね。主だから何でもできる必要はないよ。不完全でもいいじゃん。そもそもこの旅はそんな知識、経験を身につける旅でもあるからね。でも、俺はみんなを危険な目に。ふふん、そもそも危険に立ち向かわないと強くなんかなれないよ。まあ、今は自己嫌悪したくなるのもわかるから。じっくり考えるといいよ。考えつかなかったら言ってね。私の次元世界にいつでも保護するから。ありがとう、かな。それじゃあ次はハクと変わるから。パト？ハクも実はパトと同じ状態なの。そんな状況じゃないのは理解してるけど。聞いてあげて。悪いな、カナだって、本当は相当答えてるのに。後で、話聞くから。もう、自分もギリギリのくせに。約束だよ、今度いっぱい甘えるから。悪いな、カナ。みんな、わかってる、落ち込んでる場合じゃないんだってことぐらい。でも、ずっと監獄等での言葉が頭から離れないんだ。目的だけ考えてみんなの安全を全く考慮できていなかった。実力差だってそうだ、ハクが一撃でやられたんだから俺たちはもっと警戒するべきだったんだ。失礼します。パト様、体調は大丈夫ですか？そんな苦しそうな顔で。ハクは、大丈夫。私は、正直、大丈夫じゃない？聞かせてくれないか、いつも聞いてもらってるんだ、俺も聞きたい。はい。正直、今回私は何の役にも立ってないのが本当に悔しいんです。情報だって、私の爪が甘かったからバレた。そして私が連れ去らわれたからみんなを巻き込んだ。そして、パト君と一緒に戦うところを私の力不足のせいで、最後に惨敗した。私、もっといろんな技とかあったはずなのに、あの場をどうにかできる術を持っていたはずなのに。結局、最初から最後まで足を引っ張った。ハク。以前の戦いでもそう、結局私は足でまといだった。最近、セッカ様にも、カナちゃんにも勝てないし、私、いらない子なんじゃないのかなって。ハクもハクでずっと気負いしてたんだ。ハク、今の俺はハクにどうこう言える立場じゃない。俺だって、同じだから。結局実力はこの中で一番弱いのは俺だ。一番冷静でいなければいけなかった中、一番冷静じゃなかったのも俺だ。俺は、今回の失敗は一生忘れないだろう。いや、絶対に忘れちゃいけないんだと思う。専属神は俺が死なない限り、確かに死なない。だけど、心は違う。死を体験すれば絶対に心は大きな傷を受ける。そして、俺が死ねば専属神の1級、2級、つまり4人は死ぬ。命は安くないんだ。死なないから大丈夫。そんなわけない。人は、肉体は生きてても心が一度でも死ねば戻らないんだ。俺は精神崩壊で一度味わったからね。ごめん、結局俺の話になっちゃったね。パト君が本当に私たちのことを考えてくれてるって分かって嬉しい。ハク。俺たちは未熟だ。どうしようもないほど未熟だ。だから、今回の失敗は次に生かそう。そうして前に進まないと。ダメなんだ。わかったよ。パト君も早く元気になってね。私も。頑張って。戻るから。ハク。パト様はまだ疲れてるんだから寝てて。私も。少し寝たい。こっちで寝るか。今は甘えちゃダメな気がする。ここでゆっくりする。そうか、悪いな。ハク。私こそ。ごめんなさい。今のハクの表情。これも絶対に忘れちゃダメだ。みんなの笑顔を守ると誓ったんだから。あれから何時間寝たんだろう。そろそろ寝ないと。何よ、ほら、パト、いつまで寝てるの？もう夜だよ。悪い。
ずっと寝てたんだな。うん、せっかく若いんだからどんどこ外に出て動かないと。そうだ、今から夜風に当たりに行こうよ。待って、今外は雪なんじゃ。気にしない気にしない、ずっと室内にいるとカビ生えちゃうよ。レッツゴー。ちょっと、せめて前を向かせてー。さ、寒い。ソフィアはこの寒さは気にならないの？まあ、私も神だからねー。気温とかは全く気にならないかな。メリアと同じか。それでもカナもハクもセッカも寒さにはかなり強いからな。へえ、まだ私はハクちゃん以外あんまり話せてないから、わからないんだ。これからは専属神仲間として知っていったらいいよ。専属神？へへー。どうしたの、ソフィア。専属神って響きが嬉しくってね。ずっとパトの専属神になりたかったから、いざ専属神って呼ばれると顔がにやけちゃうんだよ。パト？いや、そんなに幸せそうな顔をしてくれるのに、俺はダメダメだなって思ってな。パトは全然ダメダメじゃないよ。でも俺は失敗してみんなに迷惑をかけたし、悲しませた。結局誰も報われない結末で終わってしまったんだ。それ、本気で言ってる。え？ちゃんと目の前にいるでしょ、笑顔になってる私が。私からしたら、一生あのままだったかもしれないところを、パトたちが来てくれたおかげで未来に進むことができたんだよ。私、今すっごく幸せ。ソフィア。確かに昔に比べたら弱いし、頼りないし、よそよそしいし。ズバズバ言ってくれるね。でも私は別に強かったり、頼りがいがあったり、堂々としてるパトだからいいんじゃなくて。私はパトがパトだから好きで専属神になったんだよ。それにあの時の言葉は本当に嬉しかった。私の生きる意味になってくれるんだよね。ああ、約束したからな。俺はソフィアのために生きるって。だったら私の王子様はこんなことでいつまでもくよくよしてたらダメだよ。目指すは帝王神、全世界の頂点。大きい目標だな。今の俺じゃ全然ゴールが見えないや。そうだね、今は本当、不安定な暗い道。一緒に歩こう、私と一緒に。みんなと一緒に歩けばきっとゴールも見えてくるよ。そうだな、ソフィアの言う通りだ。時間は有限だ、いつまでも止まってばかりじゃいけないよな。うん、今度は私がパトをしてあげる。ソフィア。約束。だからね。うん、約束する。明日からちゃんと前を向いて歩くよ。それじゃあそろそろ戻ろっか。ああ、みんなには本当に心配をかけた。明日からしっかりしないとな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。